渡水橋を渡り終えたところからのご案内をしてまいります。はい、妻沼地区ですね。埼玉県熊谷市妻沼地区でございます。はい、皆様こんにちは。便利ハッピーの門持ちです。9月29日水曜日午後3時1分でございます。ちょっとなんか雲行きが不穏な状況になってまいりました。心配はないかなと思うんですけども、そうですね、夜も大丈夫かと思います。今日の、午前中割と晴れ間のと言ってまして、朝もですねちょっと雪の雪原を、思い起こすような雲ですね、広がっておりました。青空の中に薄い雪原を思わせるような鱗雲状でしたけれども、ちょっとここ何日か昨日か一昨日もそんな感じの、朝の白い雲の空模様でしたね。で、熊谷市野党号です。国道は、407号線を走っています。道の駅妻沼、この先左側にあります。今日引っ越しも月末ということで、多くなって、あと10月の移動転勤とかっていうことでも、私どもの需要は多くなってくるかと思います。道の駅やっぱりトラック多いですね。何日か前だったですかね、暗い中だったですかね、撮ったかと思いますが、この妻沼のショッピングモール、イール妻沼さんっていうんですかね、はい、いろいろお店あります。空出てますよね。左側っていうのは、東側になります。右の西側は割と雲に覆われております。
と一旦ここで終了して続けて、撮ってまいります。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。